が10枚揃うと一役。あ、おばあちゃんもやる？おばあちゃんもやる。あ、勝負は半ちゃん6曲、月見花見あり。逆に負ければお年玉からマイナス。親はアキラに譲ってやる。いいこと、いとこアキラの花札恋恋勝負が始まった。まずは順当。引いたのは松に赤単、すすきに月。相手も甲の札を迷いなく取っていく。菊に杯の札。しかし場にはまだ菊の札はない。ボタンに蝶で種札を稼いでおく。秋好調、圧倒的好調。ここで菊に杯の札を出し、すでに一役だが、ここでアキラが選んだのは恋恋続投。役を作ると上がりか恋恋上がります。選ぶことができる。恋恋よ。恋恋ははい、切り見法を取った。これで参考だね。上がる。敗北。突然の敗北。調子に乗ったアキラ。油断した。でもそれだけじゃない。あと5曲、面白くなりそうに。アキラ敗北。翔子もやるかい？私の仇を。翔子が1点でも勝った。翔子ちゃん。こうして古見さん VS 祖母ゆい子、古見さんの先行。絵が豪華なやつを揃えていくんだよ。違うの翔子ちゃん、確かに絵柄は豪華だけど、取らなきゃいけないのはあの桜に巻く。アメシコが揃ったね。恋恋するかい？アメシコ上がった方がいいよ、ショコちゃん。あ、ダメだよショコちゃん、そんなの勝てるわけないよ。あ、負けたよ。